オンダリビア、または、フエンテラビアは、スペインバスク州ギプスコア県のムニシピオ。公式名は、バスク語表記のハンデリビア。ギプスコア県の北東端に位置し、フランスとの国境となっているビダソア側川,川口部のチングディワンを挟んで、フランス領土の安大へと向かい合っている。フランス語名はフォントラビー。ビダソア河口。北が安台へ、南がオンダリビア・オンダリビアとは、 バスク語で、砂の浅瀬を意味する。現在のオンダリビアへの人類の定住は、同期時代から青同期時代に始まったと見られる。ドルメンやストーンサークルがハイスキベル山周辺に点在しているからである。村としてのオンダリビアへの定住は、1180年にナバーラ王三朝六世がサンセバスティアンに特権を授与した際にアンダリビアの名で表されていることからわかっている。 ナバーラオは、オンダリビア周辺で狩猟を行い、小さな居城も持っていた。その後、領有権はナバーラから、カスティーリ王国へ移り、カスティーリア王アルフォンソ8世が1203年に、サンセバスティアンに特権を与えた。もともとオンダリビアの大管区は、ビダソア川からパサヤまで広がっていた。大管区内には、イルミやレンテリア、パサヤも含まれていたが、 16世紀以降次々と分離された。オンダリビアはカスティーリアとナバーラ両国がどちらも征服を容易とする戦略的要所であった。また、ビダソア側の浅瀬に近接するために対フランスの戦略的要所でもあった。町は今も残る城壁で囲まれた要塞都市となり、歴史上幾度も包囲戦を経験した。現在、オンダリビアは観光の町であり、 サンセバスティアン空港を域内に抱える。ゲタリアと共にギプスコア圏内の重要な旅行も持つ。ありがとうございます。